ありがとうございます。株式会社トビアイダ佐々木です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日はトビアイダ勝手につけちゃいましたけど、マニアックシリーズの、コア抜きですよね。はい、最初俺コア抜きなんて言われたんで、てっきりどっかもう地球の奥まで行っちゃおうかなって思ったんですけど、そうじゃないですよね。違いますよ。違いますよね。はい、いや新しいの本当に早く今日はコア抜きをやりますよ。マニアックですよ。ズコズコ行きますよ。あ、すいません。そんな感じでちょっといろいろとコア抜き、はい、見させてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ青さんコア抜きを早速、はい、ちょっと教えていただきたいんですけども、はい、まずコア抜きっていうのはなんでここに穴を開けるんですか。フェンスの柱を立てるために、はい、この部分に穴がないので、ここの機械を使って穴を開けてあげます。なるほど。ここのブロックに穴をこれぐらいですかね、開ける作業コア抜きと言います。でそれを開ける機械がこちらです。来ました。これです。このごっつい機械で。ここ今から穴を開けます、まあ、どうやって開けるかはちょっとお楽しみなんですけども、こんな感じですかね。いったんのっつっていくなーっつって、ブラジルの人決めますかーなんつってぐらい穴が開いちゃいますよね。綺麗に、すごい。じゃあ早速このコア抜き作業やっていきたいと思います。見た目はすごいですけど実は繊細な作業になります。お願いします。お願いします。はい、じゃあ青さん早速作業の方、はい、よろしくお願いします。いきます。スイッチオン。おーおー、今あれですよね、お水をこう流しながら、お水を流しながら今この機械が回ってここを開けてます。うわーすごい。徐々に今、おー、走った走った走った、すごいですよ。いただきます。どん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 入ったんですよ。すごいね、花火みたい。うわー、いっぱいこの辺も出てますね。セメントが切ってるんで、すごいですよ。お、交代する？いいんですか？いいですよ。これをしっかりまず、ちょっとやらさせてもらいます。まずしっかり押さえて、スイッチを押して、これがスイッチですか？スイッチ、押したら丸ですよね。はい、押しますよ。はい、よ。どうぞ。怖え。そして。うわ、コンクリートなので入ってる。おお、まだまだいいんですか。まだまだ全然、半分もいってません。あ、半分もまだいってないそうです。すごい。いやー、うわー、開いてますよ。どんどんいってます。これもあれですかね、ブラジルぐらいまで行ってますか。いや、まだ行ってますか。おお。お、なんか感じが変わってきました。おお、はいはいはい、まだいいんですか。まだまだ大丈夫ですか。ここまで来てください。これお水は出てない、大丈夫なんですかね。出てます。出てますか。おー、分かりますか。これ今もう本当にいっぱい入ってますよ。お、なんだ。お、そろそろですか。もうちょい、もうちょい。終わりますよ。まだもうちょい、もうちょい。はい、 OK、 OK、 ください。はい、
はい、OK です。そして抜くと、なんと綺麗にコンクリートが抜けてます。この中に入ってるやつもこれから抜けられるということですね。取ります。はあ、あ、取れるわ。はい、おばさん、これで無事、上の方はこんな感じで取れたんですけど、さっきなんか細工してくれてたんですか。中のが抜けてないんで、今引っ張ればもう抜けます。あ、これを引っ張れば、はい、ですか。大物が、お、かかった。あ、ちょっと待って、おばさん、これ本当にちょっとなんか、どう、あ、おお、お、抜けました。ピー上ですかこんな感じで中は取れましたね。あ、しっかりと空洞になってます。はい、でこれでコア抜き完了なんですけど、この抜いた汚れが出てるんで、はいはい、これをしっかり取ってあげないとアクが出ちゃうんで、最後しっかり水で流して洗ってあげます。はい、アクっていうのはこのセメントのアクです。セメントとかコンクリートのですね、これが細かい粒子なんで結構入っていっちゃうんで、はい、乾いちゃうと大変なんで、まだ濡れてる間にしっかり水で流してあげて掃除することがポイントです。はい、大事なんですね。大事です。じゃあこのままもし今日これ終わって、じゃあ帰っちゃえなんて言ったら、もう次の日はもう大変なことになってます。なってるんですね。必ず清掃をします。なるほど、僕知らなかったら多分帰ってますね。したら明日の朝もう大変怒られてますもう一回でもついちゃうともう大変、結構取りづらくなっちゃうんですか。やっぱり乾いちゃうとね大変なんで、なるべく乾く前にやると洗ってあげるのが大事ですね。わかりました。コア抜きは穴開けた後アクをしっかり洗う、これがポイントになってます。ありがとうございました。はい、じゃあこれで今度はもうフェンスを立てていくという形です。柱を立てて、はい、フェンスを取り付ける作業ですね。はい、ありがとうございます。はい、以上コア抜き作業でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。もうマニアックシリーズコア抜き編、楽しそうだね。すっげえ面白いですね。やっぱあんなだってごっついのに回り出したら繊細だし、最後こうスポンって綺麗に穴が開くし、大好きです。あれブロックだから開きやすかったんですけど、溶液とかね、コンクリートでできてるものは本当大変なんで、鉄筋とか絡むと全然開かないんで、はい、あ、じゃああんな早く、あんなに早く行かないです。行かないんですか。はあ、なるほど。今度そういうところに、ね、やってみたらいいんじゃないですか。そうですね、多分大変だからぜひまたちょっとお邪魔させてもらいます。はい、以上今日はもうコア抜き編ということでした。やっぱコア抜き、穴開けた後の最後まで気を抜かず清掃まで、これがポイントっていうことがもうよく分かりました。ありがとうございました。じゃあ会社紹介っていう形で、株式会社トビアイドはこの他にもインスタグラム、 YouTube、 Facebook、 LINE ビジネスやっておりますので、そちらの方のチャンネル登録とグッドボタン合わせてお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあすいません、最後恒例のやつお願いします。せーの、またねー。